はい、岡崎グリーンメンテナンスです。後世に残す持続可能な管理っていうことで、持続可能なっていうことは1回や2回じゃダメだってことですよね。もうずっとずっとこう、伝えていかなきゃいけないんで、そういった意味で活動しておりまして、今ね、今回は栗畑の切り株除去に来ております。で、後ろに見えてる枝があると思うんですが、まあ、こういったのもね、まあ、正直栗畑でこう利益をね出してないであれば、この枝もねもう半分ぐらいまでもう切っちゃってさっぱりして、まあ、刈り込み、夏場はね刈り込みだけにしておけば、こう次の、ね、世代にこう 引き渡しというか引き継ぎが、ね、できるんじゃないかなと、思っております。そういった意味で今、後世に残す、持続可能な管理ということで、今回は、切り株除去だけですけどね、に来ております。まあ、こういった、切り株で困っている方、あと夏場の草刈りで困っている方、あとこういった枝ですね、がちょっとね伸びちゃって、ちょっと手入れできないとか、あともう年齢的にもう無理だなんていう人はね、ご連絡いただければと思いますし、あと年齢だけじゃないですね、もう栗畑うちはやってないから、もう仕事お勤めに出ちゃってるなんていう人もね、休みのたんびに草刈りじゃねちょっと厳しいと思うんで、体もねきついですしね、そういった意味で、もしねお困りの方いらっしゃいましたら、お気軽にご連絡いただければと、思っております。なんで、この動画を見てね、もし気になった方はご連絡いただければと思っておりますので、よろしくお願いいたします。